タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は SH フィギュアズウルトラマン X& ゴムラーハマーセットを開封したいと思います。ついに来ました。このクオリティがね、ほんとすごいですよね。ほんと見た感じがもうほんとに、この裏の関節部分覗けばもうほとんど本物みたいな感じですね。本物に見えます、そんな感じ。というわけで、はい、ほんとフィギュアーツのね、熱はほんと僕の中でほんと高まってて、ほんとフィギュアーツってすごいなと思いますね。近年のフィギュアーツはほんとに素晴らしい、最高です、最高だよ。みんなね、 SH フィギュアーツをね、買いたいと思った人は買ってみてください。そして堪能してください、このね SH フィギュアーツの良さを堪能してください。そんな感じで、ウルトラマン X はね、僕ね、リアルタイムでは見てなくて、配信でね、ちょっと見てたんですけど、 Amazon プライムで見てたんですけど、途中でね、見放題終了になっちゃってて、7話ぐらいで見放題終了になっちゃって、見れなくなっちゃったんですよ。ウルトラマンと合体して、一つに融合する形なんですよね。そのウルトラマン X とね、大空大地っていうね、青年がね、融合する形で、はい、ユナイトするんですよね。ソフビをね、デバイザーに当てて、それで変身するって形なんですよね。X! って言ってね、変身するんですよね。はい、叫んでね。X! このゴムラアーマーセット。僕ね、だいたい予想してたんですよね。ゴムラアーマーセットがね、ついてるんじゃないかなと思ってたり、あと、ついてくれたら嬉しいなと思ってたんですよ、やっぱり。X といえばこのゴムラアーマー。仮面ライダーの、ね、外務みたいな感じですよね。もう、アーマードライダーみたいな。鎧みたいな感じです。はい。こういう鎧を身にまとってね、はい、戦うんですよね。はい。このスタイル、通常のスタイルでも戦うんですが、サイバーカードをね、リードすることによって、ゴムラアーマーに変身するんですよね。はい。では、まあ、前置きはさておき、開けていきましょう!はい、というわけで、ウルトラマン X、開けていきます。はい。いやー、ほんとね、楽しみですね、ほんとにね。ウルトラマン X のかっこよさはね、ほんとね、歴代トップクラスですね、はい。僕の中でウルトラマン X は本当すごい好きで、かっこいいなと思ってるんですよね、本当に。このゴムラアーマーっていうのがね、本当にね、素晴らしいんですよね、本当に。はい。お、こんな紙も入ってました。はい。こちら。俺色に染め上げろ、ルー!はい。来月、いよいよ来ますよ。はい。僕はね、このね、通常のね、二つだけを予約したんですけど、はい。ロストとブル。ブルアクアとロストフレームをね、予約したんですけど、的は火、グレンの炎、的は水、紺碧の海。ってことでね、はい。で、ほんとね、すごいんですよ。この初回生産分限定特典っていうのも、台座もつくんですよね。はい。いいですね。ちょっと高いですけどね、やっぱメーカー希望小売価格は5400円税込みですからね。はい、ちょっと高め。でも僕はアミアミで予約したんで、ちょっとそれより安かったような気がします。アミアミはおすすめですよ。アミアミというね、通販サイトがあるんですけど。はい。というわけでね、はい。こんな感じで入ってます。はい。まずはじゃあ本体から出していきましょう。本体がこちらです。ウルトラマン X さんですね。X さん。はい。いやー、いいですね。もうちょっと顎引くとかっこいいですね。はい。こんな感じで、ビニールペロリンチョしちゃいましょうか。ビニールは、さっと、さあ、頑張りましょう。ここは、頑張りどころです。ちょっと伸びちゃったりするんですよね、これね。伸びちゃって。あ、取れました。はい。はい。取れました。ちょっと塗装のね、ハゲが気になりますが、塗装のハゲがまたありますね、ここ。はい。ちょっと見えますかね?見えづらいかな?見えづらいですよね。ちょっと見えないですよね。塗装のハゲがあるんですよ、ちょっと。毎回塗装のハゲがあるとはね、ちょっと、はい。でも、まあ、いいか。ちょっと緩いっすね、あと。ここが、こんな感じで、こっちかな?こっちかな?右かな?左かな?右かな?左かな?右かな?左かな?左かな?右かな?左かな?右かな?という感じで、動きます。すごい、軽く動きますね、ここが。胸のところが。上半身。はい。X さんが、お出ましです。さあ、いいですね。はい、じゃあ可動を見ていきましょう。じゃあ、まず、頭をグイッと上げます。
ここまで上がります。そして下は何も干渉するものがないんでね、こんな感じで。あとは腕はね、こんな感じで。こちらも干渉パーツはちょっとこっちにありますね。ここ肩の部分にありますね。でもここ肩の部分は押してね、押すとね肩の部分動くんで、こんな感じで。あ、肘はねこんな感じで動きます。いい感じです。すごくいい滑らかな動きしてますね。ここがねすごいグラグラですね。グラってます。仮面ライダーに比べるとここの部分動かないですね。ここの部分、このね股関節部分が動かないですね。はい、足は動きます。はい、足はもちろん動きますし、膝もこんだけ動きます。はい、ちょっとランニングマンみたいになってますね。はい、いいっすねこれ。はい、どうでしょうか、これいい感じでしょ。はい、素晴らしいね。足裏にはねちょっと刻印がされてるんですよ。何もないかなと思いきや刻印があります。いいですね、この滑らかな動き。やっぱいいですね、このフィギュアーツ。いろんなポージングができるからね、すごい楽しみでありますね。はい。はい、こんな感じでね。はい。ではね、一通りちょっとね、動かしたんで、あとはポージングを撮ってみたいと思います。では行きます。せーの。はい、というわけで、ウルトラマン X がパンチを打ち放っているポージング。いいね。これはいいですね。かっこいいですね。はい。横から見せましょう。はい。いいですね。どっから見ても素晴らしい出来栄えですね。はい。この目のクリアパーツもね、すごくいいですよね。このね、リアルさの塊ですね、もう。はい。もはや。はい、こんな感じで。いいね。すごいね。かっこいい。いやー、いいね。すごいね。かっこいいね。でね、今回ね、光線エフェクトはついてないんですよ。ゴムラアーマーセットなんで、ゴムラアーマーにチェンジしてみましょうか。はい。やっていきましょう。では、いきます。じゃーん、出ました。ゴムラアーマーに乾燥しました。いやー、素晴らしいかっこよさですね。はい。このね、ゴムラアーマーにね、装着するのにね、かかった時間はね、だいたい、10分程度ぐらいですね。はい。10分程度かかりましたね。はい。でも説明書を見れば、まあ、割と簡単にできると思います。そんな感じで。すごいね、これ、ほんと。足の部分も躍動感が出てますよね。戦闘態勢ですね、ほんとに。ゴムラの G って書かれてますね、ここがね。G。もういつまでも眺めてられる、そんなフィギュアですよね。はい。素晴らしいね、ほんとに。ウルトラマン X かっこいいですね。素晴らしいよ。はい。ちょっと初代ウルトラマンと並べてみましょうか。はい。初代ウルトラマンと比較してみましょう。はい。こんな感じで。もうアーマー感と全然違いますね。全然違う見た目ですね。はい。フォルム。でもウルトラの魂は受け継いでるって感じですね。ウルトラマンって神々しい感じがしますけど、昔の昭和のウルトラマンってね。でも最近のウルトラマンはなんかね、喋ったりとかするんで、役者さんがね、演じてるのがね、見えるっていうのがね、そこがね、またね、変わってきた部分であるんですが、まあそれはそれとしてね、やっぱり応援し続けたいなと思いますね、ウルトラシリーズ。平成のウルトラシリーズ。もう平成は終わっちゃいますけどね、新しい元号で、またウルトラシリーズ始まるでしょうけど、平成のウルトラマンもね、良かったですね。はい。すごい戦いのシーンが見えますね、これでね。はい。はい。というわけで、素晴らしいフィギュアです。はい。この、鎧感がすごいですね。本当に。かっこよくて。はい。で、サイバーゴモラの力を借りてね、戦うんですよね。このウルトラマン。で、それが、このゴモラアーマーということでね。はい。というわけで、今回は SH フィギュアーズ、ウルトラマン X& ゴモラアーマーセットを開封レビューしました。はい。素晴らしかったですね。最高でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい。というわけでね。はい。素晴らしい。このフィギュア。これは飾り映えしますね。本当にね。はい。ちょっとダサいポージングですけどね。ちょっとダサいポージングになっちゃいましたけど。はい。いやー、ほんとこれは飾っても、ほんとに眺めていたいなって感じがしますね。はい。感動しております。はい。毎回のことながら SH フィギュアーズには感動しますね。本当にね。この動画良かったよという人はね、チャンネル登録、コメント、評価お待ちしております。
はい、というわけで次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。